山名倉は兵庫県の北部、香美町村岡区村岡にあります。市町村合併が進んだ現在では村岡といっても場所が分かりにくいかと思います。各方面から村岡への大体のルートをお示しします。大阪からは中国道横川ジャンクションを経て北近畿道春日インターチェンジから豊岡道に乗り、陽花氷ノ山インターで降り国道9号線を利用。京都方面からは国道9号線を利用するのが分かりやすいです。神戸からは大阪と同じく中国道横川ジャンクションを経て北近畿道春日インターチェンジから豊岡道に乗り、陽花氷ノ山で降り国道9号線を利用。姫路からは万丹道で和田山ジャンクションから豊岡道に乗り、陽花氷ノ山インターで降り国道9号線を利用。鳥取からは国道9号線を利用。JR 利用は山陰線陽花駅で下車、湯村温泉方面行きのバスで約50分、また大阪神戸からは湯村温泉駅の特急バスがありますので村岡バス停で下車。国道9号線村岡交差点を左折して村岡の街中へ。村岡交差点の角には民族資料館がありますので目印になります。街中に入ると通りを直進、突き当たりの細い道が山名倉への参道になります。参道の道幅は約 2.5 メートルほどですから大型車は入れません。参道を入ってくると門前に参拝者用の駐車場があります。
山門をくぐると右手に本雲寺の本堂、中央に位牌堂、そして左手にあるのが山梨資料館山名蔵です。今の春先の時期は雪に覆われていますが、4月には溶けてなくなるはずです。正面の石碑は村岡山名第13代義鶴公の聖徳碑です。以上、山名蔵へのアクセスルートをご説明しました。